ウントダウン TV を見てる皆さん、こんばんは、ビッグバンでーす。ありがとうございます。すいません、シーナーシャルと、シーナーズバンドですね、ということでございまして、とうとうライブがもう明日からなのかな、このコメントが流れるの明日から多分ライブが始まるんですけども、今皆さんグッズのサイリウムのペンライトというか、振っていただいてますけども、僕の右隣、山口博といって、ともおりしょういちで、ど真ん中、サッチで、ゼロ、サイモン、この6人で、ツアーを回りたいなと思ってですけど、ちょっとあの全員のね、コメントがあまりにもね、あの短すぎて、なんかコメントらしいコメントいただけなかったので、ちょっとここでいきなり無茶ぶりですけども、何が飛び出すかわかんないですけど、まずはちょっとじゃあ一番大先輩のともおりさんからじゃあ一言意気込みをもう一度いただこうかなと思います。僕はあの IQ 低いんですけど、いやIQ 高いみんなとツアー回りますんで、よろしくお願いします。ということでございまして、ともおりさんでした。で、じゃあその後ろ、サイモン。そうですね、今回またギターとキーボード両方やらせていただくことになったわけなんですけど、はい、そうですね、まあ手は2本しかないですけどもすごいよね、手は、3本以上あるようなプレーをちょっと頑張ってやりたいなと思っております。よろしくします。じゃあ俺の後ろ、サシ。ほとんど無表情ですけど、いやたまに面白い顔してますからね、見逃さないように皆さん。俺の MC の時とか素で笑ってますからね結構力抜けてる時は笑ってるんで、そういうスタジオも見逃さないように。じゃあゼロ。こういうロックのバンドでラップとして参加するって、ツアーに全面的に参加するっていうのはあんまり、でもまあ自分も初めてだし、普段もなかなか聞くことがない、本当に面白い編成だと思うんで、そういう部分でもすごい楽しんでいただけたらなと。こういうところ、ね、ここの一番年下って感じで、もう先輩いじめられてるね、持ってかれるっていうところもぜひ見ていただけたら、もう大先輩に思い出すと頑張るんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、ヤマ。飲みまくります。飲みまくる、あ、そうですかじゃあいいプレーして、はい、ぜひ、美味しいお酒をね、はい、飲みましょうということで、じゃあ最後に僕ですけども、本当にね、なんだろう、自分の個人名義で、ライブやることがもう2回目ということでございましてですね、本当不思議なんですけども、たくさんの人に集まっていただきたいなと思ってるし、やっぱ来てくれた人を皆さんを満足させたいと、今回もすごく面白いセットリストになってます。アイエンキエンという、アルバムは自分のやりたいことを詰め込むということで、ツアーの方も自分がやりたいことを、自分なりにやってみると、やった結果、バンドからはクレームが来るぐらい、なんかすごくこうアクティブなセットリストになったので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。ということで、まずは6月の22日名古屋で、待ってますので、ぜひ遊びに来てくださいよし、まだ、チケット買ってない人はですね、まだ結構ちゃんと地方ではチケット残ってるので、ぜひ今からでも遅くないので、当日券もあると思うので遊びに来てほしいなと思います。ということで、じゃあ、ビッグバンこの辺で、ではまたライブで会場で待ってます。ビッグバンドね、真ん中の人やってるやってるね、やってる最後に